ケリー・サザートンは、イギリスの陸上競技選手。2004年アテネオリンピック、2008年北京オリンピックの、銅メダリストである。イギリス南部アイト島ニューポート出身。サザートンは、10代の頃は7種競技とネットボールの、選手であった。2000年シドニーオリンピック7種競技金メダリストの、デニーズ・ルイスが所属しているクラブに入るため、バーミンガムへ移り、 2002年にイギリス代表となる。無名だったサザートンは2004年アテネオリンピックの7種競技でスウェーデンのカロリナ・クリフトリトアニアのアウストラ救い手に次いで周囲も驚く銅メダルを獲得。怪我のためリタイアした同僚のルイスに代わりに活躍を見せた。2005年のヘルシンキで開催された世界選手権では5種目を割ったところで メダルも獲得できるポジションにいたが、増えてないやり投げで脱落。最後の800メートルで自己ベストに迫る記録を出したものの、やり投げで広がった差を縮めることができず5位に終わった。2006年3月には、イングランドの代表として、オーストラリアのメルボルンで開催された、コモンウェルスゲームズに出場。オーストラリアのカイリー・フィーラーらを抑え金メダルを獲得した。 同年8月には、スウェーデンのイエーテボリのヨーロッパ選手権に出場。5種目を終わって2位に一致していたが、またしてもやり投げで失敗し、7位で終了した。サザートンは、2007年の大阪で開催された、世界選手権に出場。初日まず100メートルハードルを自己ベストの13秒21、総高飛びは、 自己ベストにあと1センチメートルと迫る1メートル86、砲丸投げでは、シーズンベストの14メートル14、200メートルを、自己2番目の記録となる23秒40と好調な、スタートを見せ、3位とメダル圏内に位置し2日目を、迎えた。5種目目の総幅跳びも、自己ベストの6メートル68と快調なスタートを、見せたが、 続くやり投げでは31メートル90と、出場選手中再開に終わってしまい4位に転落。しかし、最後の800メートルでは2分11秒58で、出場選手中3くらいと踏ん張り、逆転で3位に浮上し、銅メダルを獲得した。ありがとうございます。